<laughs> クイさんこんばんはこんばんは <laughs> 長野から見てくれてるのかな <laughs> さっきぶりねみかんだよみんなしんごくんこんばんは、ね、こんばんはねみかんだよみんな見て <laughs> <笑><笑>いい香りするそうみかん。

えー、ジュリアのみかんのむき方が汚い見て見てでもこれ汚くはなくない一個だよと汚いよそういうこと言ったらダメだよなんでえジュリアが汚い子みたいになっちゃうから違うよこうやって切るんですよ、うん、皆さんいいんだよ見て 永遠の消防隊知らないなぁラビタンヤホヤホここでもこんばんじゃいハーカワイありがとうメンシャの横から見た時の目が好きなのいましたメンタマ見える初めて見たこのアニメなんかいろんなアニメが混ざったような絵してるねブリーチと 何が一番近いいだろうでもちょっとヒロアカっとぽなみかんは指ぶっさ,さして叩くもの違うよぶっ刺して叩くといいんだよ嘘ついたけど今のでもいい匂いがする指から31日はなんとかいきたい待ってほしい来てほしいそうみかんは綺麗にむきますほんとだ綺麗でしょふろってんじゃん星にするんだよへえプロなの あそこは私あゆちゃん推しにマウント取ってるんでねっ「ロマンチックな」って2人でハグするんでどうやって顔してます再びこんばんめいちゃんこんばんめいちゃん31話なんとか見見見見たんきとし永遠の勝負知らないのアニメ今アニメやってるの漫画買ってる知らん初めて見た下手の方から向くと白いのも綺麗に撮れる なんかえでも結綺麗じゃないですかえ結構この白いやつも好きなんよね白いやつが健康的にいいんだよああこうしてまた黄色いって言われるんだろうなうん黄色いなんかさコンタクト外した <laughs> なんかね顔が子供になる <laughs> え。え <laughs> ですかうんお子ちゃまみたいアイちゃんのラガ見れる人はいないんだよそうだよ私のラガ見れる人ね一緒に住んでるとしけ赤ちゃんみかんいっぱいいるこのみかんどうした なんてなんて <laughs> あいちゃんってさ、本当にさ何かしら毎日事件起こしてるギャーっと声がいっぱい聞こえるんだよね黄ばみ原、定期、黄ばみ原になっちゃうまたこれがしよう流しました、でも流しましたはいじゃ俺ら達も ダメだよ愛ちゃんのすっぴんは見,見ちゃダメだよ、うん、メイラだけの特権 <laughs> すっぴん好きとしては是非見たいへっ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 いつかでもドッキリでさ愛ちゃんさ、うん、寝起きドッキリって治療班とかでやられたらどうするの <laughs> うーんの <laughs> <laughs>

あの時の顔とねもう愛ちゃんの顔が、うん、やっぱ若いってすごいね顔が変わるもんえっ変わってないのえっでも顔が違うよねもうそ足とかも全然違うんですよそれは多分ねその踊ったりっていうこの運動で引き締まったんだと思う<ー>筋肉ができて それもあるんじゃない、うん、でもね顔がね、うん、シュッてしたよね昔のあやちゃんほんと顔むっちゃむちゃだったもん<何>いそれはそれで可愛かったんだけどめめいちゃんお疲れ様、お疲れ自然に崩したりしてそうそう歯磨きしてる女の子は6割マジで可愛いって <laughs> <laughs> 鼻で3回笑ってます <laughs> 石川園生寝起きの話はやめようあれ、もうね私引っか,かあんま引っかかちゃんと引っかかってないからあんまし面白くない人 <laughs> になってしまったなんか起きちゃったんだよねちょっと 2>, <ん>2回目のん<ー>リリーベって何ですかリリースイベントですうんーひー YouTube 見てたどうだった最近話せてないわね。お話しに来てもうみかん終わり。ごちそうさまでした。やっかい介やっかい。んかわいいありがとう。 最近お酒が週週からになってるえっそれはすごい明日の特別特典はえっとプリクラがデータ込みで前回と一緒らしいですデータ込みで特典券10枚まあ私が過去1年間を遡って特典券何枚だったか調べたら10枚だったので10枚になりましたで特典券えっと7枚で5分。 上限12枚10分で、えー、と UFO キャッチャーデートになりますメイとプリクラ撮ってくれる人募集中ちょっと UFO キャッチャーはね得意だからあんまし自信がないんだ残念ながらハクトトークとっあかんでもね今日はねちょっと頑張れなかったから。 明日楽しく頑張れたらいい明日今日はね、特典もね、なんかうまく考える暇もなかったっていうよりかは、やる時間がなかったから、10枚だよ、明日は、プリクラ特典。でもね、プリクラはね、本当私あんまし、撮ったことないから、みんな、一緒にギャーギャーやることになるけど、それでもよかったら、落書きは得意だと思う。 おとたまさん、こんばんいこんばんい人間関係のベイベイ。どうしたらいいドゥ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 大事にしたい。ちょっと重たい。伝わらない。ラブベリア。ラブベリア。 大丈夫曲を流してるあ、ダメよ。<laughs> ラブペディアの15期最高すぎ。え、最高だし、ニコニコみたいに時間しそう。ニコニコ放放社の時のプリクラよりも長いと思う。やめちばくん明日も会えるの楽しみにしてるよ。ラブペディアの15期は最高すぎる。 メイちゃんがかわいい3人ともかわいいよねびっくりしちゃうわでもラブペディアの2番に私の推しメンのソロパートがあってハとかも高まったマジで同じ名前でいいよねそうでも「愛が生まれる」と書いて「メイ」って書くんだってメイはあの本名は違うのでちょっとそこがニアミスですねお立ち台のメイちゃんかっこよかった 今日それめっちゃみんなに言われる「万歳三唱のめいちゃんかっこよかったね」っていろんな人がチェキ取った後に言ってくれてそれがすごく嬉しかった嬉しいのとこがかわいかった <laughs> えかわいいってなった 15期はなんか3人ともかわいいからなんか誰がどうとかじゃなくあかわいいって思うほまめイがかわいいねなんか辻かごマーデーほまめイって感じがする遅れてプリスププププクリスマスプレゼントを渡してたの幸せだったわよクリスマスプレゼントいいなサンタさん朝起きたらサンタさんいなかった今年はわ悪い子だったみたい いいねたのいくつさすごくなかったいやなんかめっちゃ可愛くなってるしびっくりしたてかみんなかわ今回めっちゃビジュアいいよねちょっと私の締めの体型があんまり安定しないのがあれだけど2日は遅れすぎてしまったえ大丈夫だよ今ここがこういう感じでへこんでおりますへこんど鼻かゆい今日鼻かゆんだよね生田さんの生田さんのサイズが大きいああそういうこと かわいかったでもおしめもかわいいしも目も増加してるから今ちょっとおしめとともにダイエットしなきゃおしめは顔面がかわいいから太ってもかわいいんだよねメイさんメイさんバドラーキさんご漫才オッキオきキおきッおき明日早起きだよみんなどうする しかも明日ね一人で行かなきゃ2020年オリンピック正式種目へこんどへこんどだよほんとへこめへこめへこんど<ー>メイちゃんが綺麗すぎて「ノ吉さんこんばんはそのあとにすごい変化してたこんばんは SR メイです」 なんですか。<laughs> そう昨日的な今日であのあれだったんですよ皆さん2019年台湾ライブが終わりましたあとは全部リレースイベントとリレースイベントと、えっと、コミケになりますそう横浜 明日一人で行かなきゃいつもバンドリーハウスみんなで行ったりするんだけど明日は私は違うグループなので二人はコミケだからねめいちゃんはリリーベでーすリリーベ担当ライブできる幸せを頑張りますこんにちはこんちはもじゃあ前回あったモグモグ特典って今は今んとこなしだけど 候補には出てるから、そのうち出てくると思う。なんか、その場所によって、あの一応お店やから、食べれるとこと食べれんとこあるんよね。で、食品が OK のところがあれば、OK になるかなって思う。けど、もしかすると、そのライブ後にある、あの、なんだっけ、お店に行くやつ。もぐもぐ特典っていうよりかは、 あのご飯一緒に食べれるお食事デート特典みたいなのが、今後もし開発するとあるかもしれない。ちょっと重たい。一緒に動画って使い方わからんよね。なんかもともとそれの説明をすると、メンバーがえっと実はもう百個以上の特典。 の案を出したんですよ本当に100 200以上あある本当に200ぐらいあるよもう携帯でこの間文字起こししたんだけどありえんぐらい多くて一瞬やめようかと思ったレベルで200個ぐらいあるんだけどその中でなんか前回から出てたんだけどなんか見つめ合い特典とかはどうですかみたいなのがあってで一緒に TikTok が撮れる。 やつとかなんかそういうなんか一緒にバンザイジャパンの振りを踊るとか、まあ、何でもありなんだけどそういうど動画はどうでしょうみたいな話があったからあいいんじゃないと思って。でなんかその特典をじゃあどうしようねってなった時にじゃあ一緒に動画だなんかそう見つめ合うだけ見つめ合って終わりだとあれだから。 それが何かの形として収まった方がいいよねっていう話になってえっとその見つめ合い動画みたいな20秒撮れるよっていうそういう使い方もできますよっていうただその見つめ合い特典で動画20秒で幅を一緒に撮れるっていうよりかはなんかそうじゃなく撮りたい人もおるやろうなって思うからなんかなんだろうまあ一つの例として見つめ合いができますよっていう。 別にアルプス一万曲とかやってもいいしなんかお,ちめおしめに好きなパートの打ちサビを歌ってもらってそれをずっとキチャするっていう動画を撮ってもいいと思うしなんか使い方によってはほんと皆さんの好きな動画が撮れちゃうと思うのでなんかそういう使い方をしてみてください。 ってとちょいちょいおったんやけど、なんか、ちゃんと公式的なレギュレーションとしては発表してなかったから、まあそういうレギュレーションが一つ追加されたっていう形ですね。ありがとう。全部楽しい。みんなは何をしてほしい逆に。今なら、後半ぐらいには多分、反映できるものがあるかもしれない。何の得点があったら嬉しいですかゴーエストやろ。一瞬って痩せいや、痩せよ本当にあれは。推し面が。 ちょっと重たいって歌ってるから私が自分は言われてると思いながら出せるわ <laughs> そう動画特典のオプションというかまあレギュレーションが一つ増えたよって思ってくれたら選択肢が増えたよっていう形。 まあ20秒の使い方がもっと自由になりましたよっていう幅が広がりましたっていう早くリリーベン行きたいリリーベン行きたーい来てほしいビヨンズですビヨンズ大好きハロープロスティックとか好きなの。 これはもらったんだけどねファンの方がくれた見てこんなの入ってるんだよてて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 キュートさんも好き、もてなんかね 全部のグループが好きだから困ってるのあついつい私はねあの曲があるのが嬉しいんですよ「キノコ、タケノコ、大神器」絶対「キのコの里」タケノコの里」だよ雨の森かわいこれだけ聞きたいな奈は、まあ、ちゃんかわいい 夢はヨハネちゃんヨハちゃんって名誉を呼んでるけどヨハネちゃん可愛くない ?9 月の北海道そう出てたちなみにその前に出てたハロプロ研修生あのユニットのユニットも好き 晩年バンジージャンプって曲あるよ面白そうそれじゃなくてねガールズゾーンっていう曲がめっちゃ好きでまあビヨンズじゃないんだけどあと前田心ちゃんめっちゃ可愛いショートカットああ複数人ね動画他なんかやってほしい特典ありますか意外とみんな満足してる説変に増えてもね難しいし メイリーまでとったけどまぁ、あ、ねなんか枚数出してくれたら全然いいよってよくなるんです DNA のおたけです日本の d n、hey, hey、a d n a h e y e v e r y b o d y h e y y o e v i b a r y d a t a t a d n んか特典<ス>のあれはもうみんなが楽しく。 楽しめるものをっていうのが一番だから、なんかやってほしいものとかあれば、来マガで三人ぐらいでコント動画に収めようか。なんでやねん。楽しいコント撮れる自信ないの。なんか開けたくないのあんまし。やっぱヨハネちゃんが可愛いわ。でも私のお締めは実は違う。 そう声の動画ねなんか送ったのマネージャーさんにそしたらなんか送ったと思って消しちゃったんだってだからこの間カラオケで撮ったからまたそうこの間は家で撮ったけど今回カラオケで撮ったからそれを今編集してるのでちょっと待ってちだからちュンさんだけでテイク5ぐらい <laughs> 撮った <laughs> 猛烈に感動してるまさかメイちゃん DNA がきけた DNA! 西田しおりちゃんんが好きなんですよ私ビヨンズは顔が可愛い圧倒的可愛さなんか濃い顔じゃないんだけど可愛いって思うとみんなあと歌が上手いの私が歌が上手い子好きになるのなかなか珍しいんですけどコント事前にこれやってって言っとかないと動画絶対くだる,るよだってあの YouTube に載ってるやつあののなんだっけ イモジャージジャパンの安原と藤崎が撮った動画があるんですけど、あれめっちゃ時間かかったって言ってたもん。結構朝早くに集まって終わったの結構夜だったって聞いたから、マーじてくだると思う。大変だ。あと、メイね、お笑いを見ないんですよ。実は。お笑い番組見ないから、この間 M1 を初めて見た。言ったら。ぐらい、 お笑いから結構はは離れてるからそうだねだって得点圏をこううまく使えば動画を3020秒じゃなくて1分にもできるからねメイちゃん撮り続ければいいんじゃんかそうよ みかんが美味しくて幸せに寝れそうです今日は早くコンタクト外さないとえすごくないまだ2時行ってないよ結構頑張った方じゃないみんな今日速さ的にはこれさ別にもいいやなれそなノンなノンタちゃんワンヤイワンヤイそれにライブお疲れ様ハッチギドームですこちらこそ はじめまして、チキンありがとう。すごく嬉しかった。楽しゅん、ザイ。2回目のザイザイザイ。誕生日の動画6枚使って40秒。そうよ。ナイスね。ナイスのナイスよ。いや、今日なんか顔がむくんでる、ずっと。顔むくんでるし。なんかカラコン変えたら、ダメだね。週間1位が見たい。 週刊の1位ああ、なるほど。見たいね。頑張るね。いろんな人に好きになってもらえるように。めちゃめちゃ頑張る。25日がマンデージャパン納めだったと気づいてないってる。クリスマス納めだ。のんちゃんも来てね。リリーベまた。リリーベとか。だって、ね、リリースイベントすごいよね。30分無料でライブ見れちゃうってすごくない結構。 だからちょっとお友達とかねいろいろ誘ってみてくれたら嬉しいなぁのお気持ち「よ」「よ」「よ」を後付けするって明日朝ちょっと早く起きるから頑張って起きる起きれるかな10位以内その中で上位狙えばバッて送く。そう頑張る前回15位だったからね今回は朝十10位以内に入るぞ入って「M ステ」で MV 流そうな ねあやちゃん今回こそはねえね <laughs> ね今回こそは「オリコンウィークリー」10位以内に入ってさ「あの M ステ」出ようねってねだってさだったらあの、ね、ランキングの発表でさ絶対出るじゃん「ね、バュパズ、ね、ジャパン」って出るね絶対出てほしいしな来年ハローと連れていく予定があるよえう、ー、れしい ハロのお話しようねって言っといて29日はねあライブじゃない2929 29ねコミケにいるワンマンのチケット買わなければぜひ買ってほしいそれはライスちゃんヤッホー退院して体重測ったら3キロ減ってたびっくりこのまま維持したいないや病院食って痩せるよねメイでも痩せたもん SR も実はいつだったっけなあの時は 2年前2年前もう3年ぐらい前かバンズジャパンの活動しながら入院し設た時期があるんですけどその時は本当に病院食まずすぎてびっくりしたおやすみなさいおやすみね病院食まずかったよねえつおいしかったまずかったまずかった <laughs> コミケとリリーベ被ってる日って分かれる感じなのかな 明日は別れる明日は私はリリーベ組であのジュリアとかアイちゃんはコミケ組あ寝るのはジュリアだよ <laughs> おやすみアイちゃんってコメント来たから <laughs> お,やおやすみジュリアちゃんですでうん,んと30日は 30は確か全員だった気がする31も全員ですえ美味しかった病院食えっメイが食べたのがまずかったのかなどこの病院か教えません内緒 <laughs> 営業先かもしれんほんと ?31 は両方全員そうコミキてリビ出てって年末年始大変ですよ てかさ、今日のライブから、マジで2週間ぐらいずーっとバンズジャパン。だと思う。31話全員出るからみんな来てね。てか、メイもカンバッチが欲しい。コミケ。だよか、メイちゃんが出たらください。メイちゃんじゃなくてもください。カンバッチ全種類欲しい。わ <laughs> がまま言い始める。 コミックマーケット来てほしいな。もうトレンドに入ってるぐらいね、日本中が注目するコミケという、あ日本だけじゃなく世界中が注目するコミケ。ぜひいろんな人が会いに来てくれたら嬉しいなあのお気持ちです。 <laughs> コミケは別に早く来なくても大丈夫だよただやってる時間が結構夕方ぐらいまでみたいな感じやから10連休とかふざけてるし10連休絶対もうこの旅行行った方がいいよ絶対そんなの10連休マジで言ってるすごい今10連休やったらメインっ帰るわ だから全然コミッケはそんななんかバンデージャパンなんだろうガチな人は普通に来た方がいいけどめっちゃ早く来てなんかいろいろブース回ってとかやった方がいいけどあのバンデージャパンはあの新潟の無印食プロジェクトさん米田舞ちゃんとのコラボで今回出展させていただくので企業ブースなんですよだからそこまでなんかガッチガチに込むことはないと思うかな 明日行けんかったよライブ始めは1月1日。リリーベは1月4日が最初になるかな。年末年始さん連勤。イェーイ同じ感じイェーイイェーイまあ、目は楽しく生きてるからいいけど。みんなお仕事大変そう、ほんと。いつもお疲れ様。マジ尊敬する。徳島来てて年始に、蓮田の親戚回りする。いいな、なんかすごい。お年玉回収してリリーベドを託せる。ちな来日26歳。 いいな楽しそうメイもお土玉欲しいです <laughs> 限定のクリアファイルとバッジが欲しいねめちゃめちゃ欲しい年末初錬金やっば8錬金はやばいねみんなに必死に生きていこうなそしてそろそろあれですよ てか、あれが欲しいのウィンドブレーカーみたいな薄いシャカシャカのジャージが欲しい走る練習しなきゃ体力作りしなきゃいけないんですよマラソンを走るからなんかねみんなにね「メイちゃんマラソンを走れなさそう」ってよく言われるんだけど走るのがあんま得意じゃないというか苦手なんですよねだからマジで練習しないといけないので頑張る なんか、いい感じのかわいいデザインの見っつけたら教えてくださいどこどこに売ってたよって仕事楽しいのよねじゃあいいことだよ仕事が楽しいって思えるってすごかったよ13連休だけど楽しくない半分がどっかの医療機関にあるよねそういう時めもね病院入院してる時は楽しくなかったよただずっと寝てたもう、ね、入院 3泊4日 ?4 泊5日をかける2でやったんだけどマージでもう永遠に寝てたよ給料はいい,いはずおいいじゃんいいじゃん <laughs> 野球部時代のウィンドブレーカーいるえすごい砂いっぱいついてそう OA、えー、スワン分かんないちょっとサイトがあれば教えてくださいどこかしらのタイミングを向けて買いに行けます 本当ランニングのをやろうと思ってちゃんとでもめジちゃ味を持ってないからレッスン着はなんか文字なんだろう T シャツに何かみたいなショーパンとか,なんかダボっとしたやつみたいな感じだからちゃんと走る用のこの時期に走る用の防寒の薄,薄くてでも走ってたらあったかくなるっていう。 ランニングセットを買わないとマジで練習なんてする間もなく凍えちゃうからちょっとマジ調達しなきゃいけないので頑張ってちょっとどっかしら時間を見つけて買おうという思っているのでもし何かあったら教えてください管理職になったせいで残業代とかなくなったから給料増えた実感がない管理職って大変だよね事務所にケースを送りつけるお 野球部時代のウィンドブレーカー OS1 ってあれでしょ飲み物だよねランニング用の靴とかも欲しいそうだねえそこら辺までやんなきゃいけないのかそっかでもそうだよね1 0ロ走んだもんね単純計算で1 0ロぐらい走んなきゃいけないからさ気合でなんとかなるかとは思ってるけど12時からの10時間拘束って起きれるか不安頑張って一緒に起きろうね全身タイツはやばそう やひーヤヒーすみすみやひー僕の野球部ウインドブレーカーはプレミア品だからそうなの走るの好きだったけど20年ぐらい前どっかでお靴も安いの買わなきゃ今怖いのは大晦日の川崎大師周辺大変そうそれ 足の負担を考えたら靴はあった方がいいかああなるほどねいやマジで頑張るね結構真剣に体作りをしてから行こうと思っているのでもしかすると2月ぐらいはすっきりしてるかもしんない顔が今日もチャリ超えてたから脚力に自信はあり自転車ってめっちゃ足に筋肉つくよね 芸術選手ないけど明日美術館行ってくるけど質問あるえー、いいなぁ美術館大晦日もお仕事で1時間早いへんてそれ嬉しいよねちょっと靴あったやつにしないと足首痛めちゃうじゃあお靴屋さん行くうーん時間あるかなぁやってる時間がないんだよなぁ <laughs> 昼に行けっていう話ですね。エリベで買ってもらおう。じゃあ誰か私とデートしてください。<laughs> すごい。どう、どう、なんか詳しい人マジ教えてね。みんなでももぐもぐとかの方が好きそう。6月ぐらいに自転車を買って毎日片道40分通勤してるけど、いや、それは筋肉つけよだってめ、高校の。 やつつだけですごいい筋肉ついたもん高校チャリ通だったんだけどマジで筋肉ついたからびっくりしたうんラジオアプリで「紅白」聴きながら帰ろうかなその時期私は多分「紅白」とか見れないんだろうなの気持ち頑張って毎年何見てるみんなもうでも。 1> 私1月がもう多分早いんす1月1日が朝マジ早いからもうほんと寝なきゃいけないのでマジで出てます高校の時ちょこっと陸上かじってたか詳しくないけどそこそこの知識はあるえじゃあ今度教えて明日来れたらいいなジャニーズカウントダウンあ毎年見てたなんか年越してる感あるよね <laughs> ジャニーズカウントダウンって。石川県プラスチャリツーイコール二台上げのハンドル上げ上げ。二台上げって何チャリツーしてたよ。やばい疲れたけど。あるある。あるね。なんか54321はみたいな感じが一番ある番組な気がする。すごいよね。あんなに人が大晦日に集まるの。やばい。明日早起きなんだった。明日プリクラ撮ってくれる人募集中だよ。 ゆうほキャッチャーしてくれる人も募集中一緒に動画撮ってくれる人も募集中です正直インフルで休んでる二人が復帰するしかするかしないかしだなるほどね明日来てねまってるよみんな15時からお待ちしておりまするる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  じゃあ、そろそろ終わろうかなと思います。また明日も配信するので、ぜひ会いに来てください。明日は15時から横浜ビブレにご、に広場さんにてライブがありますので、ぜひ来てください。動画は癖になる。そ動画撮れるのはこのリリースイベント期間だけなので、いっぱいゲットしてください。なんでこうしたんだろうこっちだわ。ゲットしてください。お疲れ様でした。ということで、以上、バンドジ,ジャパン、石川県の伝道師、リーラー・レンサル・メインでした。 バイバーイ。今日顔ぶせだわ。おやすみ。おやすー。おやすみ。じゃあね。